アルバイジャーン州タブリーズ郡、タブリーズにあるイランイスラーム共和国鉄道の駅。タブリーズの中央駅であり、ヨルハ、ラーズイー、テヘラン、サルマス、マシュハドなどのイラン国内の長距離列車、ローカル列車が停車するほか、アゼルバイジャン鉄道運行のナヒチェバンマシュハド間の国際列車、トルコのバンタブリーズ間の国際列車も停車する。タブリーズまで伸びる鉄道は、 第一次世界大戦中にロシア人によって建設され、1916年に駅が開業した。タブリーズへの一番列車は1916年3月にヨルファからやってきた。1958年にはタブリーズからテフヘランまで鉄道が沿線開業した。現在の駅舎はパフラビー町時代に建てられたものである。駅舎はアールデコ様式で、 フランス人建築家のフェルディナンド・プイオンとイラン人、建築家のハイダルギアイにより設計され、1950年代に建設された。タブリーズ市内、郊外バステンプレート、タブリーズヨルファ線。ありがとうございます。